皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガエピソード2善悪の悲願実況やっていきたいと思います。その前に4つお知らせがございます。1、ゲームをクリアするまで先に全部収録済みです。2、ネタバレ防止のためコメントは見ておりません、ご了承ください。3、収録自体が1年以上前の可能性もあります。4、そんなにうまくないです。それではどうぞお楽しみください。ルーレットになってて止まった色のなんかブロックが消えるんだ。ってことは何、正解が出るまで充電とこれルーレット繰り返さないといけないのか。あそこね、はいはい、青が消える。あ、なんかボーッと出てきた。アレンくんじゃないかこれ。あ、違う、これポニーだ、これポニー。ごめん、なんか何でもかんでもアレンくんのせいにしてごめん。なんでそんな不安定な解析装置作った。そこ一回やった、確かやったね。充電後再使用、じゃあちょっと充電しに行こう。あの野郎ポニーひどいことしやがって。はい、じゃあもう一回第二ミルチャー行きます。カットです。はい、充電をお願いしますよ。 OK。 っていうかナーシサスさん一緒に来てほしいんだけど、それちょっと隣で減ったら充電してほしいんだけど。さあ戻ってきたぞ。ほぼジュエリーポニーでしょこれ。ジュエリーポニーだっけ、違うな、それワンピースのキャラだな。ドリーミーポニー、ドリーミーポニー。はい、頑張って当ててくれないかな。誰だこのシステム考えたやつ。きたー、やっときた。長いよ。ドリーミー、あ、ポニーじゃないんだ、ボニーなんだ。こいつは驚いた。マシューズ船長の航海に死を盗んだのはあのドリーミーボニーだったのですね。すごいですね、4回5回も充電してわざわざやってくれてありがとうございます。本当だよ、なんとかして捕まえて航海日誌を取り戻さないと。サクシーデッド。疲れた。お礼なんだろう。二人技、灼熱の合唱、ジギーとジュニアの二人技。技がどんどん揃っていく。私たちの一部はエルザの修復時に緊急に補充されました。この下にいるおじいさんも緊急に補充されたらしいです。そう、ドロイドの補充と一緒に紛れ込んできたんだね。でもマシュート船長はおじいさんも補充した覚えはないと言っていました。まあね、フリークスを見てくださった方はわかるけど、彼らね、エルザ乗っ取ろうとしてるからね、潜り込んだんだよ。大丈夫？ギッタギタにする寸前まで行ったか。されてるじゃないか。今度会ったらただじゃおかねえぞ。いやー大変だった。なんだこの運ゲーは。運ゲーを入れてこないでほしい。今のやつはどれ。あ、一旦メモからタスク消しとかないと。パワーバッテリーの件は終了。これか。船長の航海日誌を盗んだのはあのピンクの髪の泥棒なのですね。でも一体何が目的でそんなものを盗んだのでしょう。あれだね、ドリーミーボニーさんはさ、女の子のぬいぐるみとか航海日誌とかなんでそんなものを盗むんだろうね。うわぁ、エルザに侵入した泥棒ってドリーミーボニーなのか。でもなんだってマシューズ船長の航海日誌なんかを盗んだんだ。これは早いとこボニーを捕まえて日誌を取り返さないとね。いくら大泥棒といってもこれだけ僕たちと遭遇しているんだ。どこかの街をくまなく捜査していれば絶対に見つかるはずだよ。そしたらすぐに話しかけようね。あ、出てくるんだね。どっかの街ってどこだろう。今のとこ結構さ、くまなく見てるつもりではいるんだけどね。お、こいつこいつ、キングストン。やついにハイパー肥料が必要となる日がやってきましたね。喜んで差し上げましょう。もらった。
くれぐれも私のバイトの件は船長には内緒ですよ。さあ、あと肥料ね、私が知ってるのはあとファウンデーションなんだけど、他にもね1個ずつもらえないといけないんだけど、誰だっけな、なんか出会った気もするけどメモしてないんだよね。メモ忘れちゃったのかな。じゃあちょっとファウンデーションに行く前に、あれだ、第二ミルチアの水道の人と電気の人のとこ行こうね。さあ、ここまでやってきましたよと。なんかね、漏電箇所に触るとタイムロスになるんだって。どういうミニゲームなんだこれは。はい、行きましょう。下がりましょう。5分以内にやれと。あ、こっからスタートなの。電力供給の平常化にチャレンジします。行きましょう。歩かないといけない。いや、走れるよね。レディーゴー。じゃ早速こっち。やめて。はいはいはい、こっち。で次これも出ると。はい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 、微妙なスティックさばきが必要になるやつ。よし、オッケー。そういうことする、そういうことする、お前はそういうことする。あ、宝がある。戻る戻る。ちょっとカットします。うまくいったとこだけ見せます。よし、行こう。はいはいはい、はい、はい、登って登って、はしご大事に登ってね、大事に登っていこう。で、これタイミング大事よ、タイミング。はい、焦らないの焦らないの焦らないの、焦らずに行こう、焦らずに。はい、抜けた、いいよいいよ。はい、ここもね焦らずに行こうね、焦らずに。よし、 OK、 抜けた。でここここね、距離感大事にしてね、距離感。はい、距離感大事にして、距離感大事に。あんまり先端に近づくとあれだな、やられちゃうね。範囲が広いや。根元だね、狙うは根元だね。はい、根元でしっかり。そうか、こいつ横にも伸びてくんのか、範囲が。それおっかないな。はい、距離感大事にしたよ。で次ここだよ、ここ鬼門だよ。ここ匿名さんすごい苦手なとこだよ。はい、ここゆっくり進んで、ゆっくり。あんまり近づいちゃいけないよ。ここにいいよね、ここ。あ、止まった止まった。あいつ、こっち、ここ、ここにいいよね、ここに。あいつ、ここいいよ、スムーズに来てるよ今のところ。お、オッケー、おとなしくなった。はい、でここ、はい、抜けたよ、初めて抜けたよ。一度出たら戻れないとこだからね、ここも大事にしてね、距離感。止まった、はい、止まった、いいよいいよ。で次こっち、逆向きは意外と難しい。あ、通れたよ、タイミング良かったよ。お、ちょ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 、はい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 、はい、止まってるよ。あ、当たる当たる。距離感大事に、距離感大事に、距離感距離感距離感大事に。長いな君、真ん中長かったけど大丈夫だよ、抜けたよなんとか。これで降りますと。降ります降ります、はい降ります。ここまで来たよ。さあ次はなんだ、壊しまくるのね。はい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 、最短距離を進みたいよ。最短距離かなこれ。あ、なんか確実に壊していきたい欲が出てきたよ。アイテムに目がくらんでいるよ。おらおらおら、間に合うかなこれ。四角の連打だよ、親指が疲れているよ。あ、こっちにも道があるね、確か左の道はお宝があるね。お、クラスドラッグはありがたい、潰してよかった。スキルドラッグ、これもよかった。じゃあ次こっち行くよ。こっちか。ここ確かお宝があったはずだよ。お宝だよ、オメガジスト。必要かどうかはわからないよ。さあお宝に目をくらませて
いたせいで1分30秒ぐらいちょっとロスしてるけど、進めるかな。お、いけるんじゃないかこれで。すっごいゾハルっぽい。はい、セーフティー機能の作動を確認。電力の供給値を平常値に戻します。一発でいけたね。さっきの抜かしたら一発でいけたね。よかったよかった。え、これ自分で帰んの？自分で帰んの？じゃあちょっと帰ります。ただいま、帰ってきたよ。さすがです。いやはや危ないところでした。実はあのまま放っておいたら第二ミルチア銃が大停電になってしまう可能性があったのです。お礼と言ってはなんですが、これを差し上げます。サクセイデッバーストフェール、シオンとモモの二人技。すっごい回復してくれそう。あ、でもバースト、ああ今回の事件で都市機能の脆さに気づかされましたが、何より思い知らされたのはむしろ自分自身の脆さでした。やっぱり理屈で分かっていても実践できなくては何の役にも立たないんですね。私もいざという時に役に立てるようになります。はあはあ、みんな電気を大切にね。丸々電力。じゃあこれで電気さん終わったから次水道さんだね。このままの足で行こう。よかった。全部で何回やった？2回ぐらいで行けたね。ステラさんの話ね。ステラさんもね、またね、勘を取り戻して踊ってくれるといいね。さてこれはどうすんだっけ。下に降りてみよっか。これはどうしたらいいの。お、上から連絡を受けてるぜ。あんたが助っ人だな。何をすればいいか知らないんだろう。うん、知らない。よっしゃ、それじゃあ少しばかり説明するぜ。この部屋には全部で84台の水質調整用のナノマシンの散布装置が配備されている。その中に何台かイカれちまってるのがあるんだ。本来なら散布装置は役目が終了すると自壊する機能を持っているんだがな、そのイカれたナノマシン散布装置を破壊してきてもらいてんだ。散布し終わったナノマシンは壊れないとおかしくなっちゃうのかな。もうちょっと詳しい説明聞こう。普通の散布装置とイカれた散布装置は外見から判断するのは不可能だ。そこで役に立つのがこの部屋に用意された8台のコンソール。コンソールを操作すれば散布装置に設置された消耗モードランプが点滅する。緑のランプは正常な証拠、赤いランプはイカれてる証拠。つまりあんたは赤いランプが点灯する散布装置を全て破壊すればいいって寸法だ。なんだろう、散布が終わってんならそのままほっといても水質に影響はないような気がするんだけど、ダメなのかな。よろしく頼むぜ。8台のコンソール？ここだけの話、実は俺たち水道局員は局から消耗モード確認機能を内蔵した小型端末を手渡されているんだ。本当はあんたに貸してやりたいんだが、そいつはあんたに貸したことがバレちまったらおまんまが食い上げになっちまう。でも俺もあんたも、俺もあんたに物を頼んでばっかじゃ罰が当たっちまう。そこで局にバレねえようにこっそりセクションの情報を教えてやりてんだが、情報を聞きたいか。聞きたい。どのセクションを確認するんだ。 ABCDEFG8 個があるんだよね。 H ほとんど行かれてんじゃねえか。なに、これ毎回2個セリフ聞かないといけない感じ。 A ほとんど行かれてんじゃねえか。まあ、とりあえずやっていこう。正しいやつだけを壊さないといけないのか。A、ちょっと待って、メモしよっか。じゃあまず A、 いやーこいつは驚いたな。まさか素人さんがここまでやるとは。ともあれバグ持ちの散布装置の撤去作業は終了だ。終了だ。で俺はここで事後処理を、もう舌が回らない、しなくちゃなんないんで、悪いけど撤去作業がうまくいったことをシアランに伝えてきてくれよ。よろしく頼んだぜ。はあ、いやなぜか B ブロックだけさ赤と青逆にメモしてて、あと B ブロックだけだってなった時に一回失敗しちゃったんだよね。せっかくメモ取ったのに。いやでも失敗するたんびに赤と青の位置が変わるとかじゃなくてよかったわ。それちょっと鬼すぎるや。
あー疲れた。はい、シアランさん終わったよ。お、バグ持ちの散布装置を全部壊してくれたのかい。いやー本当に助かったよ。Succeeded。 うんうん、約束通りお礼をしてあげるよ。僕にできることはこれくらいだから。お、シークレットキーレベル2クラス H のスキル、 STA レジスト2。でもまだどこかで水質調整層が変な気がするんだ。気のせいならいいんだけどね。お、あれ奥のエレベーターがなんとか なるんじゃないか。え、またおかしい、どういうこと。ちょっと降りてみよう。またおかしいってよ。バグ持ちの散布装置の撤去は済んだと言ってもまだまだ気は抜けないな。この施設も一度総チェックをしないといけないのかもしれないな。なんだろう、何かいけないことがあるのかな。多分水道局の鍵を手に入れて奥のエレベーター行くんだと思うんだけど、ちょっともう今日はそこまで調査する気力はない、匿名さんには。いやーすごいよ、 G2 パスをさ刈り取る仕事をしているだけで収録3時間半だよ今。よくもまあそんなぶつづけでゲームできるな私も。じゃあ今回はこの辺にしときましょうかね。まあ多分どこかの収録とねくっつけて編集なので、このね疲れ切った後急に元気な匿名さんが出てくるかもしれませんが、まあそれもご愛嬌ということで、じゃあ一旦休憩入ります。休憩でーす。このタイミングでも、あらすじが更新されているんだよねこれね。これまでのあらすじ、移民船団の防衛網を突破し、ついに旧ミルチアへの降下を果たすエルザ。ジュニアはオリジナルゾハルの確保。ジンはカナンに預けた機密データの解析。シオンはゾハルと共に眠るセシリー・キャスの救出。それぞれの思惑を胸に、ユーティック機関中央タワーラビュリントスへ向かう決意を固める面々。ゾハルは今もなお、その施設の奥底に眠っている。蘇る14年前の忌まわしき記憶に身震いしながらも、一行は水没した都市に足を踏み入れる。さて、まあラビュリントスに向かうっていうことなんですけども、匿名希望およそ1ヶ月半ぶり、いやもう2ヶ月近くぶりの収録となっております。ちょっとプライベートでね、お財布なくしたりね、いろいろ身分証の発行とか全部やり直してたのでね、忙しくて、あとはモチベーションが上がらなくて、そういういろんな事件があって、しばらく放置しておりました。さあゼノサーガエピソード2善悪の彼岸、今 G2 パスをねいろいろクリアしてると、私が2ヶ月前に残した実況メモにね、記載があったので、続きをやっていきたいと思います。で確かねこの第2ミルチアでのタスクは一通り終えたのよ。で、あとはファウンデーション、結構ねファウンデーションにその G2 パスの続きだったり新しい G2 パスの答えだったりがあるという書き置きをね、私の実況ノートに見つけたので、ファウンデーションに向かいたいと思います。であとねちょっといろいろ話したいことが溜まっているんだけど、まあその一番のこととして、ゼノサーガのねドラマ CD を買いました私。1ヶ月前くらいかな。で聞いたんですけど、このゼノサーガエピソード1から2に移行する間に何があったかっていうことがねちょっと語られてて、時系列的に言うとちょうどファウンデーションと、エルザとそのあたりをこう自由に行き来できるようになったあたり、デュランダルとかね、あの辺を自由に行き来できる時に起きた出来事っぽくて、マシューズさんがなんでこんな借金を今も負ってるのっていうのとか、急にここで出てきたリヒャルトと、ヘルマンねがなんでこんな急に関わってくるのみたいな、その辺がね記載されてました。リヒャルト、ヘルマン、あとはそのマシューズさんの借金ができるきっかけとなった事件がね、ドラマ CD の中で展開されてて、でいろんな声優さんのねフリートークとかも収録されてたので、なかなかねこう買う価値のあるものでした。買ってよかったです、ね。まあ、簡単に言うとマシューズさんの借金はね、別にマシューズさんが無駄遣いしたとかそういうわけではなくてね、みんなの命を救うためにね、ジュニアさんたちをね助けるためにね、必要だったっていうことなので、マシューズさんをねダメなやつだと思わないでください。あの借金はマシューズさんの自堕落な性格がね、もたらした借金ではないので、よろしくお願いいたします。ではファウンデーション向かいたいと思います。ここベクター2曲間違えた。エアポートどこだ。こっちか。行ってきます。
こんなところにいてもいいんすかってね、ハマーがね、ファウンデーションに行こう。アレン君なかなかね、ドラマ CD ではかわいそうだった。アレン君大丈夫？ラビリントスはもうちょっと待っててね。旧ミルチアには戻らない、ファウンデーションに行きます。で、スペースポートで撮った写真だってのが分かったから、それをレイラちゃんに伝えればいいんだね。うん、あとは第二ミルチアの謎の石像の作者、ファウンデーションのビマラさんだっけ。このファウンデーションにある石像を作った業者を訪ねたら、ファウンデーションのビマラさんだって答えてくれたんだよね。だこの辺も探さないといけないのか。じゃあちょっと見つけるまでカットかな、いろいろ。あ、この人ビマラさん。ジャネットのお願いで行方をくらました建設業者を探している。隣の区画でコソコソしてるのを見かけたって話。日中は人目につかないところに隠れてるって。ジャネットはここにいた、なんだっけな、なんか偉い人の娘さんなんだよね、確かね。で、そうだ、石像についてしまったバグについての話だ。で、バグを潜り込ませてしまった建設業者探してて、で、なんかビマラさんが知ってるみたいな話になって、で、ここか。隣の区画でコソコソしてる。探さなきゃ。あとはパンチさんだね。別件でちょっとこの人にも用がある。チョップのレシピ。ちょちょ切れるぜ。チョップの野郎、こんなに料理の腕前が上がってたとは。おっと、いけねえいけねえ。こいつはあの野郎の手柄じゃねえ。あいつにこの味を教えたっていうカフェのマスター、アンパじゃねえ力量の持ち主だぜ。とは言ったものの、チョップの野郎、俺の知らねえうちに立派になりやがって。まったく涙がちょちょ切れるぜ。これはなんだ、もうチョップさんに伝言すればいいのかな。ね、チョップさん、チョップさんとこ行こうか。あとで行こうね。メモメモ。あとはザザとか探さないといけないんだけどな。あ、そう、シドニーさん、この人にも手紙があったんだ。ジャッキー、これはぼやぼやしてられねえな。旅の準備が整い次第すぐにミルチアに出発だ。悪いが、シドニー様がジャッキーに会いに行くって伝えておいてくれよな。シドニーの手紙、はい。ジャッキーさん行きましょう。ジャッキー、第二ミルチアのジャッキー。なんかもう完全にお使いゲームですな。あ、ハイパー肥料、アルフォンソ。ちなみに Z の部分は私のアドリブ。大サービス、試供品をあげるわね。ありがとう。ね、で、確か宿屋の3階に花の種持ってる人がいるんだよね。あとアイアンカフェの2階に本持ってる人もいるんだよね。はい、肥料ありがとう。いいね、一気にフラグが回収されていく。じゃあちょっと上行こうか。本をもらおう。もらえるものどんどんもらっていこう。あ、お前ドリーミーボニー、ファウンデーション出てきたのか。お前この間すげえ時間かけさせやがって。あれくれないのか。そうか、これが欲しいっていう人がいないともらえないのか。クレイマー、いや、まだないな。なんだ、コスモスさんで話しかけるといいのかな。窓拭きのバイトやってみよう。本動画はご覧の素材を利用して作成しております。イラスト素材はイラスト屋様、フォント素材はよく飛ばない鳥様、音声素材はオトロジック様よりお借りしております。ご覧の皆様もぜひ一度お立ち寄りいただけますようよろしくお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。